眼で換算ぞか。さあ気を取り直してない4曲黒沢にチュンアンコの手が入りました。マンガンツもトップなんで、はい、なんかリーチツもチュンドラとか、えパファンかな。おえ恐ろしい位置出しましたね。はい、いいピンじゃなく、いいピンじゃない。あ小林選手もめちゃくちゃいいですよ。それに気を取られてたら、いいピン切りをずっと見てました。今パワン切りを、パワン切りをずっと見てました、ね、本一目指してるってことですね、本一なら泣いても漫画なんでと、うん、さあそして小林現在4番手ですが、3着まで5900、2着まで親に対して8000点、うん、なるほど。トップまで14100、うん、これ竹内選手今トン泣かなかったですね。これポンして本一に行ったら上がりトップだったんですけど、そうですね、うん、まあブロックはまだ足りないというところでしたが、本一には行ったんで多分補充して2着順以上落ちるのを恐れた感じですね、うん、トンという防具は確保しつつ、そうですね、本一に行きたいんですね、うん、まあ、自分が上がらなくてもトップであるパターンが結構あるので、順調順調、慌てなくていいと、はい、さあ熱い熱い勝負難4曲、うん、大輔の手も進んできている、進んでいる。黒沢は満願積もればトップ。うん、ウーピン欲しいですね。みんなウーピンはあと2枚山にいますね、はい、小林選手もこれリーチピン F 止めだとね誰とも変わらないんで、うん、なんかドラ欲しい。そうですね、うん、一番近い黒沢とも5900点差ですか、はい、なんか1300に1600以上必要、ね、リーズもピンフにもう1個っていうところですよね、うん、絶好のとこ泣けた。いやー最高、もう乗っちゃいましたよこの人。これはトップへのレールに乗っちゃいました。9ピンとトンが全部山、全部山、しかも誰も止められないですね。止められませんよ、大好きイーシャンテン、あ2面2面、しかもトップのレールに乗ったが、乗ったがリーチ受けたらすごい迷いますね。これ速度でレールから降りるかもしれない。親のリーチに1万2000の打った日にはね、あーこれもね E1 切る、うん、うん、単葉は確保しましょう。打点が足りない、はい、リーズも単葉もう一個欲しい。あーこれで足りた、リーズもチューマー、うん、さあ2面2面のイーシャンテンさ、誰もがトップに片手をかけている。パーピアさすがに残すでしょう。チーピン引きね、残す、ね、チーピンチーもあるし、はい、そこに誰か襲いかかってくるか。全員イーシャンテン、またも全員イーシャンテンです。つもぎりイーマンです。大輔さあ4人ががっぷりと組み合っている。全員ほぼ条件のできてるイーシャンテン、そうなんです。小林は満願積もれば2着までいきますからね、うん、あこれはチーピン切っときますか。ドラそば残すか、ドラをより使いやすく、はい、これチーピン残してパーピン引いても何が何だか分かんないんで、これはチーピン切りそうですけど、リャンピン切ってるのがちょっと気がかりなんでしょうね。小林選手のフリテンの可能性、うん、まあでも何にせよ着順アップにはツモは必須ですもん ね、 多分直撃での条件クリアはあまり考えづらい、うん、はい、来るか黒様、誰か来るか、チーだ、チー強い、このシャンポン強い、シャンポンにしますよね、絶対します。みんなに大輔以外には役配にならないトン、これが2枚山にいる、2枚なんですか、9ピンも1枚いる、あトン1、9ピン2ですね、はい、あ逆ですか、失礼しました。いやこれしかパーピン余ったんですよね。周りからしたらこれ補充したらどこまで落ちるんだと、赤く見えてるんで、はい、マンガンがほぼ硬いんですよね、いってる、ピンズいきます黒沢、うん、8000打ったら黒沢選手4まで行く、大輔選手も同点4まで行く、まあ、小林選手は失うものない。いやこれ押しづらいな、相当押しづらい。大輔選手今2着ですからね、来た来た、これはもうしょうがない、これで負けたらしょうがない、ピンズでぶつけます、これで負けたらしょうがない。ドラウピン2枚いましたね、これどうすんの、ピンどうすんの、あでもね、ピン通る、そこのリーチなら8000打っても3で済む、いや3で済む、あ来たリーチだ、3で済む、あ来たリーチ、リーチこれも積もれば2着まで、あれ黒沢さんこれ満願で上がりで OK になりましたね。なるほど、リーチ方が出た、すごい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 、いやこれ源太選手今出てくれって祈る、大輔選手もすごい広くなった、いやでも張ってない、これシャアで
源太選手の風杯です。1枚切れのシャアです。ポンしてないとは思えないんでね。結構直近で出たシャアですもんね。シャアが当たるとしたら黒沢選手に見える。でもなあ、これどうせ押せないならシャアすら行く必要ないかと思う。でも押すでしょ、大好き選手は。これ誰か上がったら自分の着順は落ちそう。まあ、4までは絶対行かないんですけど、いや絶対じゃないな、絶対こう、いや一応なんかすごい役満とか積もられたら、積もられの場合ですね。そうそう、うん、打たなかったら、まあ、ラスまでほぼ行かないんですけど、いやでもこれシャア行きたいな。黒沢選手のシャンポンがどうかに見える。開幕無傷の3連勝がかかっている大輔、源太選手シャア当たるとしたらほぼ短期しかない。黒沢選手シャンポンはある。あー硬い9万。さあここは耐える選択となりました。ピンズ3対3対2なんと。ただ源太選手はさすがに降りたい。もうあでも白通る、白は通る、通る範囲ならいける。3枚切れです。息が荒くなってきました。いやこれ上がった人が、まあ、上がった人がトップとは言い切れないけど、小林さんはね跳ね間にならないと、トップにはなりませんが、みんな着が上がったり、もうみんな嬉しい、みんな嬉しい、はい、上がった人が、上がった人はみんな嬉しい。ほぼ誰が上がるか分かんな い, いほぼ一緒。苦しい道を選びましたね。大輔選手、大輔選手はもう折りなんですよね。初は2枚切れ、3金にしか当たらない場合です。どうだ、何パーソー、何3枚生きてるよシャンポン。これはやめそうだけど、やめますね。えらい、やっぱ冷静。これで2対2だ。2対2、黒沢と小林で、大輔選手はこれ源太選手降りたら噛んだ、噛んだ、これ出上がり漫画に確定になった。なんと中央安貫します。黒沢シンドラがムービンですし、小林の羽根もちゃんとリンシャン、いろいろ恥すぎ、リースもリンシャン、チュン赤、もう裏ドラどうでもいい。2004戦、お見事2004戦黒沢咲今シーズン初トップを獲得しました。これはね見事でしたね。いや何が見事だって、この曲リャンピンをノータイムでいったのが見事でしたね。そうですね、源太選手のピンズの仕掛けに対して勇気の一打、はい、そこから実りました。その前のあのトンのチートイツもすごかったですね。そうですね、これなんか決して楽な戦いじゃなかったと思うんですけど、これは本当にもぎ取ったトップですね、はい、数々の奇跡を見せました黒沢咲、対局場がチームライデン、イカ槌の黄色に染まりました。